イ料理カティ下野太郎のお店紹介です。今回のお店は、鹿沼市にあるタイ料理屋さんです。場所が栃木県鹿沼市栄町 3-3-1、こちらですね。どの辺になるんだろう。ここに東武鉄道 の、 あの新鹿沼駅がありまして、はい、そこから、293号線を、直進して行くと宇都宮民民鹿沼店っていうのがちょっと手前にありまして、民民どこにあるの。その先にあります。はい、民民名人です、はい、で、2階がもともとマリーローズっていう、リラクゼーションの、なんかそんなところがあったような気がするな。スキャンドマッサージの店があったんですけど、その1階に半年ぐらい前らしいんですけど、タイ料理屋をオープンさせたそうです。で、先にも言ったようにタイラーメンですね。実際にはクイティオっていう名前が本来の名前、タイではそういうふうに呼ぶんですね。そうです、クイティオ、はい、クイティオ、クイタイオ、まあ、タイラーメンっていうと、県北ではあのタイラーメン、屋台のやつが有名ですけど、はいはい、すごい有名ですよね。とても有名ですね。で、ここの硬いラーメン食べた感じだと、結構味似てました。あ、そうなんですね。はい、で、クイティオのちょっと知識ですけど、もともとは中国の食べ物です。で、タイでも中国人が作り販売し、食べるのもタイに在住している中国人だったんですけど、1940年以降に当時の政権が、クイティオ売りはタイ国籍を持っている人に限定をしたんです。で、さらにクイティオは美味しいと宣伝したので、タイ人の中に広がっていった。で、その結果タイ社会にすっかり浸透し、今ではクイティオが主流になっています。最初は中国の人が作ってたんですか。そうですね。あの、東南アジアに結構ね、はい、米粉の麺ってありますけど、はい、みんなもともとは中国から来たものなんですかね。そんな感じですね。そんな感じしますね、はい。で、麺が4種類あります。大雑把に極細の千味、別名はビーフンですね、はいはい、で、2ミリ幅ぐらいの千味、で、5ミリ幅ぐらいのセンレック、これが大体タイラーメンの麺になります、うんうん、あとは卵麺のバミーっていうのが、どっちかというと日本人に馴染んだ感じの麺ですけど、スープの出汁は、あ、3種類、最初2種類と思ったら3種類あったんですね、はい、鶏ガラスープと豚肉だしスープと牛肉のだしスープ。やっぱり肉系なんですね。あ、そうです、ね、インスタントのフォー売ってますけど、はい、あれはチキンと牛ビーフと2種類ですね。あ、そうですか。よく食べますけど、はい。で、まあ、大体、タイの人は宗教の関係で食べる、あ、なるほど、なるほど、のが限られてたりとか、あとは好みで分かれるんで、うん、前もってどの出汁で食べるかっていうのは、話し合ってから行ったりするそうです、ね、うん。で、牛肉出汁スープっていうのはあまり屋台ではなくて、あの店舗の方で出されているそうです、うん。で、こちらが、カティさんのタイラーメンランチセットなんですけど、上にエビの揚げたせんべいみたいなのが、あ、それエビのせんべいですか。はい、へえ。で、それを取ると、あ、その下にもやしとか、パクチーが、うん、あのせんべいで蒸されて、あ、なるほど、しなりしてましたね。あ、そういう効果もあるんですね、はい。
で麺はさっき言ったようにバミーですんで、あので、他にこういうセットの場合にはこういう感じでつくんですけど、こちらの肉が豚肉の甘辛煮のやつでした。で下が この豚肉がムーピンって呼ばれるやつですね。で、あ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、春雨のサラダです。あ、ヤムンセン、ヤムンセンっていう、いろいろついてるんですね。いいですね。はい、でこちらが調味料になりますね。ピーナッツと、あ、ピーナッツと唐辛子と、あとはフライドオニオンですね。あ、こっちに書いてあったで、他に酢とナンプラーと、この白いのは塩じゃなくて砂糖です。あ、砂糖なんですか。はい、塩かと思いました。向こうでは結構使われるみたいで、タイラーメンの甘いのは案外この砂糖かもしれない。ああ、そうですか。へえ、勉強になるな。はい。で、他に激辛ソースがありますけど、辛いのが好きな人は、こちらも入れて。で、これ、この激辛ソースはお店で販売もしてます。はい。150g で750円。結構辛いです、うん、ちょっと入れるだけでも違うんですよね。はい、で、セットの場合にはコーヒーか紅茶、あとは、その時でデザートもついてきます、うん、これで1200円ですね。あ、いいですね。お値打ちですね。で、ちょっとメニューの方がボケちゃったんですけど、他にもカオソイラーメンとかトムヤムクン、うん、あとはガパオライス、パッタイ、フォーを、炒めた焼きそばみたいなやつですね。はいはいはい、でグリーンカレーとマッサマンカレーもあります。おー、すごいですね。はい、たくさん。他にも単品のやつがいくつかあって、焼きそばもいいんですよね。はい、あれも米粉の麺ですよね。あ、そうです、そうですよね。屋台じゃなくて結構いろいろ楽しめる店ですね。うん、で、先に紹介したマリーローズの方もいろいろコースがありまして、うん、中には60分の純金エステ、金粉を顔に塗って効果があるんですかね。どうですかね。値段も高い16,200円ですけど、そんなやつもあります。で、下でご飯を食べるとゲルマカフェ、あのゲルマニー使ってっていう20分間ですかね、そちらが無料で試せることになってます。前回行った時私気づかずにやらなかったんですけどはい。で、タイ料理カティ、栃木県鹿沼市栄町3-3-1電話番号が 080-7966-3859 で、営業時間が昼11時半から15時までです。で、夜は予約の人だけの受付みたいになってますね。あ、夜は、はい、予約のみ、予約のお客さんのみ、はいはい。で、月曜定休で祝日や営業して翌日休みになります。もう一回聞いてください。はい、タイ料理カティ、はい、地図で出るかな。タイ料理カティ、こちらのお店なんですけど、先ほど紹介した58ロハスメルマルシェに出店します。はい、
こに出るんですね、はい、ですから5月の28日日曜日タイラーメン食べられますんで、うん、ぜひ行ってみてください。ロハスマルシェの方は栃木県矢板市安沢の2180になります。以上、はい、ありがとうございます。今回はタイ料理のカティさんです。はいはい、カルマの方へ行った時にはちょっと行ってみたいですね。タイ料理、はい、タイ料理この辺も結構あるんですよね。あるんですけど、でも麺がないんですよね。確かに焼きそばあったかな。で、行こうと思うとやってなかった結構で、こちらが動画になります。もう宣伝みたいなのもいいですね。はい、最初カリカリして、あ、パリパリしてて、うん、そのうちしんなりしてきます。あ、はいはいはい、なるほど。はい、もう一回、鹿沼市の栄町ですね。栄町3-3-1ミンミンの通りは私やっぱり通らないんだよな。こっちいっちゃん、三角形に道が交わってるところですね。の近くですね。あそこなんだっけ、スーパーがあるの。霞かな。霞の近くだな、多分。なんだっけな。いろいろ店があるんだよね。霞の近くに後楽園とかフライングガーデンとか変骨とかいっぱいありますね。その辺にぎわってるあたりですね。多分サイゼリアもあるし、地図で見ました、スキヤカレーハウス、ここ一番や丸松があっていっぱいあるな。まあその近く、タイ料理カティさんですね。ちょっと注意して見てみましょう。いろいろありますね。ミンミンの向かいに米田もあるんちゃう。すごい。はい、ありがとうございます。あ、時間的にはいいですかね。はい、どうもありがとうございます。下野太郎さんでした。では、番組の最後にご挨拶をしましょう。いやー、美味しそうでしたね。まあその前に5-8で、はい、明後日ですね、明後日の日曜日、食べることができるそうなので、タイ料理興味のある方、売ってるのはラーメン、タイラーメンですよね。タイラーメンですよね。はい、ぜひタイラーメンに興味のある方行って食べてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの2本立てでしたが、音声の方がちょっと心配なんですが、もしかすると最初の暮らしの扉の方は音頭がきちんと入ってなかったかもしれません。もしその場合には、録画上がってないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしたいと思います。来週素敵なゲストさんも来る予定ですので、お楽しみに。じゃあいつものお別れの挨拶をしましょう。ブラジル・ポルトガル語でチャオレディオアクアス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 エイ